スクナと天元が融合し1億人の呪力をはらんだ呪霊が誕生。スクナ戦も30話以上続き、最新263話でもスクナの口から負けるという言葉が出て、スクナ対光線組の対決もそろそろ終わりが見えてきた。そんな中、最終的にスクナが取る手段がなんと天元との融合、そして呪いの王と天元が合体した真のラスボスが誕生するんです。ということで今回はスクナと天元が融合して1億人の呪力をはらんだ呪霊が誕生することについて徹底考察したいと思います。なお、呪術廻戦第263話までのネタバレ含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。非術師、術師、呪霊、これらはすべて可能性なんだ。人間という呪力の形のね。まず1億人の呪力を選んだ呪霊についてですが、賢者が自身の知的好奇心を満たすため、天元と日本人非術師の超重複投下という手段を取り、その際に誕生すると予測されているものが1億人の呪力を選んだ呪霊で、この呪霊こそが賢者が求める新しい呪力の形です。1億人の呪力を選んだ呪霊はあくまで自分の手から離れた混沌を目指すというですね、賢者の目的から生まれる産物で、1億人の呪力を選んだ呪霊の誕生が賢者の最終目標とは直結しないことには注意が必要ですが、かねてからその存在が匂わされているので、今後この呪霊が誕生する可能性はあります。しかし死滅回遊が終わらなければ、この1億人の呪力をはらんだ呪霊の誕生は実現できないという事実が明らかになっています。さらにルール追加、ゲトを巣ぐる伏黒恵みを除く全プレイヤーの死亡をもって死滅回遊を終了する。そして死滅回遊を終了させるには賢者と少ない以外の全プレイヤーの死亡という高いハードルを超えることが必要だったんですが、この条件は248話にて変更。プレイヤーによる死滅回遊のルール追加が行われました。ルール15、天元による人類との超重複同化の発動権は伏黒恵みが持つものとする。これにより実質スクナが光線側に勝てばほぼ同化が行われることとなります。ただしいずれにせよ、この条件を満たすとすると、イタドリやオッコツユタなどの光線組のキャラクターが全員死ななければならないため、現状1億人の呪力を選んだ呪霊の実現は可能性的にかなり低いと言わざるを得ません。しかしこれはあくまでも成功法ではという注釈がついた話です。皆さんご存知の通り、賢者やスクナは過去さまざまな予想外の手段で窮地を脱し、光線組を翻弄。例えばスクナは現状縛りをうまく活用することで、領域の承認を閻魔天から五条が使用していた帝釈天院に変更し、賢者もですね、脳を入れ替えることで肉体を渡る術式に再興することで、領域展開後術式が焼き切れても問題なく動けています。よって1億人の呪力をはらんだ呪霊の誕生、すなわち天元と日本人の超重複同化の発動ための成功法以外での発動方法を保険として備えてあるとしても、何らおかしい話ではない。つまり賢者が自分たちがですね、光線組に敗北した時のための保険を作ってある可能性があるんです。また最新話付近では光線組の手札として広範囲プラス高威力な術式が増えてきました。例えば不参加予定だったクルスアナ天使のヤコブのはしごを代表に、イタドリの魂の境界線を切り裂く回、そして乙骨の無料空所など、これらの技は全て対スクナ戦だけではなく対巨大呪霊にも有効。そして皆さん特に注目したいのはイタドリの水師です。魂の境界線を切り裂くことができるので、1億人の呪力をはらんだ呪霊が生まれたとしても、本体である天元と他の日本人の魂の境界線を切り裂くことで莫大なダメージを与えられるんです。皆さん何が言いたいかっていうと、イタドリの新能力の回や天使の突然の参戦、乙骨の五条悟の遺体乗っ取りなどは、芥見先生がスクナ戦の後に待ち構えている対1億人の呪力をはらんだ呪霊戦を見越して撒いてある布石である可能性があるんです。よってですね、スクナがそろそろ限界であること、光線側の手札に広範囲高威力な技が揃っていること、他にも天元周りの苦戦が回収されていないこと、作詞賢者なら保険を用意している可能性が高いことから、スクナを倒した後に1億人の呪力をはらんだ呪霊が誕生するんです。1億人の呪力をはらんだ呪霊の発生可能性が高まったはいいとして、皆さん死滅回遊の全プレイヤーの死以外の方法でどのように誕生させるのかってことです。結論から言うと、皆さん、それはスクナ賢者が最終的に取り得る手段はスクナと天元の融合なんです。そして皆さん、融合するとして具体的な2つの方法があります。1つ目に天元とスクナの同化、2つ目にスクナが天元に受肉することです。まず一つ目が天元とスクナの同化。以前の私ならね、12年前に進化を始めた今の私なら、星晶体以外とも同化もできなくもない。第145話により、不死の術式の影響で進化した天元は結界術によりなんとか理性を保っていますが、蘇生としては人間より呪霊に近いです。これはスクナも同じです。第214話ではクルスアナを捕食するために顔が巨大化して化け物のような見た目になってますし、そもそも呪物化することで魔に効果のある天使のヤコブのはしごが効くようになるため、呪物化とは呪霊に近づくことだと言います。
。よって半分呪いのようなものという点では宿儺も天元も同じです。何がおかしい、何ってその面、それは自分で望んだ姿か。まるで第208話、実際に今の天元と宿儺の容姿が似ており、天元と宿儺が近しい存在であることが示唆。よって光線組に敗北した後、宿儺は取り込んだ天元と同化することで無理やり1億人の呪力をはらんだ呪霊を誕生させる展開も十分あり得る。この方法を取れば死滅回遊のコロニーの呪力だけではなく、呪いのオータル宿儺の莫大な呪力で1億人の呪力をはらんだ呪霊が誕生できるため、死滅回遊を終わらせる条件を踏まなくても天元と日本人の同化が達成可能。次に2つ目がですね、宿儺が天元に受肉することです。これを食らい続ければ俺は肉体を維持できずに負ける。第263話、虎杖の貝を食らった宿儺が取り込んだ指を吐き出す。この描写から宿儺と伏黒の魂が十分に分離できれば、宿儺の指として伏黒の体から引き剥がせることが確定しました。よって皆さん今後虎杖の貝だったり魂を捉える打撃で宿儺が受肉を維持できず伏黒の体から追い出されるんです。宿儺の指を全て吐き出し受肉を保てなくなれば宿儺は敗北しますよね。その時に宿儺が取り得る手段ってのは、取り込んだ天元の体に受肉することです。今君たちの目の前にいる私ですら私ではない、進化した私の魂は至るところにある。この方法を取れば天元に受肉したことで器の性質に引っ張られる形で宿儺も天元のように進化し、日本全土に宿儺の意志が宿るような状態になり、強制的に日本人と同化することで1億人の呪力をはらんだ呪霊を生み出せるんです。では宿儺と天元が融合して1億人の呪力をはらんだ呪霊が生まれるとして、どんな能力を持つのか、どんな見た目なのか、どうやって倒すのか。まずどうやって倒すのかってことですけど、宿儺と天元が融合する場合、宿儺を限界まで追い詰めた結果、宿儺が苦肉の策として天元と融合することで無理やり同化を発生させる。光線陣営も宿儺戦の後にすぐさま1億人の呪力をはらんだ呪霊と戦うことになる。ただでさえ宿儺戦で多くのキャラが死亡し、光線陣営の戦力も底をつけてる中、1億人の呪力をはらんだ呪霊と戦えるかというとかなり厳しい状況。よって真っ向から戦闘して勝つというより、なんとか内部の弱点や顔を潰して討伐するというレイドバトル的な戦闘になると予想します。そして1億人の呪力をはらんだ呪霊の弱点やコアとなる部分はもちろん天元です。よって天元と宿儺の魂をうまく分離できれば1億人の呪力をはらんだ呪霊と直接戦闘せずとも払える。となると虎杖の魂を捉える打撃や貝を天元と宿儺の魂の境界線に打ち込み大ダメージを与える。つまり虎杖の存在が地位になるんです。よって宿儺戦のように壮大な呪術戦が描かれることはなく、長引くのではなく1話から3話程度の短い話数で払われる。また1億分の呪力を持つため、単純な力こそ呪い能である宿儺以上だと思いますが、1億人分の魂や意志がごちゃ混ぜになると予想でき、おそらく意志を持たない巨大な化け物、いわば災害に近しい存在になるでしょう。よって宿儺のように高い戦闘 IQ を駆使した頭脳戦はできず、宿儺や天元の意志もほぼ残されない。ただ手当たり次第に世界を破壊し回るだけの化け物のような存在になるんです。そしてコアが天元と宿儺なので、4つの目で顔面の左側がただれ、たくさんの手足を持つといった宿儺に近しい見た目に。また皆さん、宿儺が核となっているので宿儺の術式見ずしも使える可能性があり、1億人の呪力とパワーが合わさった結果として、1億人の呪力をはらんだ呪霊の周囲半径 200m 以内に宿儺の含む見ずしの斬撃が絶え間なく浴びせられる閉じない領域になっている可能性や、近づいただけで神の風雅の炎で焼かれるといった大規模な見ずしの運用がなされるでしょう。作中の描写において注目したい情報は2つ、天元との超重複同化で発生するという点と、術師を除く日本国民の同化であるという点です。まず天元との超重複同化で発生するという情報についての考察ですが、これは単純な話で天元との同化で生じる呪霊ですから、1億人の呪力をはらんだ呪霊は天元の術式を持つ可能性があるということです。私は不死であって不老ではない。天元の術式は不死の術式です。不老ではないので年は老いるのですが、天元は実質死ぬことはありません。先ほども言ったように1億人の呪力をはらんだ呪霊は天元と日本国民が同化して生まれる呪霊なので、この呪霊も不死である可能性が高いですよね。だとすると1億人の呪力をはらんだ呪霊は天元と同様に殺せないので、やはり虎杖が器となり殺すという方法で払うという説にさらなる説得性が生まれたかと思います。2つ目に1億人の呪力をはらんだ呪霊は術師を除く日本国民の同化であるという情報からの考察になりますが、これは大量の人の魂が同化しているということですから、基本1人につき1つの術式までというですね、術回戦のルールにのっとらず複数の術式能力を保有している可能性があるということになります。つまり天元の不死の術式のみならず他の術式も持っていることになりますから、1億人の呪力をはらんだ呪霊が想像を絶するほどの強力な呪霊であることが予想できます。
次に呪霊の見た目ですが、第202話では賢者の想像の中でですが、異直人の呪力をはらんだ呪霊のシルエットが明かされています。その姿形を見るに、人間の肋骨のようなものがムカデの足のように広がり、その先端には人の頭部のようなものがついているという呪霊らしい不気味な姿。この姿から思い浮かぶのは2つの有名な妖怪です。1つ目に大ムカデ、そしてガシャドクロ。ではこの2つの妖怪をもとに異直人の呪力をはらんだ呪霊の能力を考察します。1つ目は大ムカデという妖怪。こちらは藤原秀里という人物に対峙されたという伝説で登場する妖怪であり、その名の通りムカデが巨大化した姿をしていて、その大きさは山をひちまきするほどだと言われています。聖神社という神社ではムカデは眷属として祀られ、聖神社の鎮座祭に分布百貫を使わすべきところを百足百貫に変えて参列という趣旨が込められていると伝えられているようです。分布百貫は諸々の役人たちという意味ですから、ここを推察するに人がムカデに変えられたと捉えられるので、1億人の呪力をはらんだ呪霊は同化していない人も呪霊へと変え取り込む力があると考察できます。となると日本人以外の世界中の人間も1億人の呪力をはらんだ呪霊に取り込まれてしまう可能性がある。またムカデには毒があるので、姿が似ている1億人の呪力をはらんだ呪霊にも毒を使う術式や能力があるとも想定されます。見た目からの考察の2つ目がガシャドクロという妖怪です。こちらも有名な妖怪であり、巨大な骸骨の姿をし、戦車や野垂れ死んだ人など埋葬されなかった死者たちの怨念が集まり生じた妖怪。その誕生の理由が人間の呪力の集まりという点で、ガシャドクロはですね、1億人の呪力をはらんだ呪霊とよく似ていることがわかります。この妖怪にはこれといった妖怪らしい特殊な能力はありませんが、聖者を見つけると握りつぶして食べると言われているので、1億人の呪力をはらんだ呪霊もガシャドクロのように同化していない人間を見つけると殺して食すことで自分と同化させ取り込むという能力を持っている可能性もあります。以上よりですね、1億人の呪力を選んだ呪霊は日本国民の非術師、1億人分の呪力量と天元の不死の術式、そしてその他にも毒を発生させる能力や人間を呪霊化させる取り込む能力、人間を食べることで同化し呪力を増やす能力など、複数の術式を保有する超強大な呪霊であることが考察できます。また最後に虎杖の見ずしや魂を捕らえる打撃で天元とですね、日本人の超重複同化を解除できた後を考えます。まず世界は分からないんですが、少なくとも日本は壊滅状態になります。1億人の呪力をはらんだ呪霊を倒せた後、同化した日本人や宿儺がどうなるか不明ですが、仮に呪霊であると考えると、呪霊は払われた後消失反応で塵になってしまうことが確定しているので、同化した日本人が復活できる見込みは低く、1億人全員が塵になるんです。また呪術改正の世界では日本だけ特別に術師と呪霊の数が多いという設定があるので、日本人が全員呪霊となって払われれば、文字通り呪術廻戦の世界から呪力や呪霊がほぼ消えて呪いの連鎖から脱却できます。つまり過程や形は違うにしろ、第77話でつくもゆきと下等すぐるが語っていた非術師を皆殺しに死にするという方法で呪力や呪霊から脱却するんです。また術師は同化をですね、呪力で拒めることも判明しているので、死滅回遊で残されたプレイヤーや光線陣営の術師は生き残るでしょう。つまり日本には数少ない術師のみが生き残り、御三家なども機能せず、残された光線メンバーたちが日本をまとめていく、そんな世界になる。まだ死滅回遊の終わらせ方も気になるところです。死滅回遊は賢者によって永続するように作られ、宿儺を倒しても終わりません。そして死滅回遊の終わらせ方として2つの可能性があります。まず皆さん、1つ目が1億人の呪力をはらんだ呪霊を払ったことで天元が死亡し死滅回遊が終了する可能性です。第220話、賢者によって天元が死滅回遊のゲームマスターに仕立て上げられていたことが判明、よって天元が死亡すると死滅回遊も同時に終わる。そして2つ目の終わらせ方が飛騨霊山城界を破壊することです。これも第220話で賢者が死滅回遊を終了に導く2つ目のルールを追加するために登場しましたよね。この飛騨霊山城界を破壊すれば死滅回遊も終了するんです。がしかし皆さん、破壊すれば脈々とついた呪霊との戦いや結界術のノウハウが全て消失し、多くの人間が犠牲になり、天元は破壊という手段を取りませんでした。1億人の呪力をはらんだ呪霊を払えば天元が死亡し、これらの城界も消える。そうすれば死滅回遊も終わるんです。以上より死滅回遊を終わらせるという目線から考えても、天元を殺す必要があり、天元が宿儺と融合しイレギュラーな形で超重複同化が発動するでしょう。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。